ちょっと問題が簡単だったかもしれませんね。ちょっとだけこの状況設定、世界のルールを変えてみましょう。このグリッドワールドに不確実性を加えます。具体的にはですね、あなたがある方向に、例えば上に向かうとしましょう。上に向かおうとするとしましょう。この行動は 0.8 の確率で成功し上に行けます。ただし 0.2 の確率で失敗し、上以外の方向にランダムに向かってしまうとしましょう。例えばスタート地点で上に行こうとすると 0.8 で上に行って 0.2 で右に行くといった塩梅ですね。このようにあなたのする行動には不確実性があり、 0.2 の確率で失敗するとしましょう。では問題です。先ほど上右右、まあ、あるいは右上上右という経路、最短の経路がありましたね。この不確実性のある世界の中で、この最短経路を実現できる確率はいくつでしょうか。考えてみてください。はい、というわけで正解ですが、上上右右右という行動を、行うためには5回行動を連続して成功させる必要がありますね。成功する確率はそれぞれ 0.8 なので、まあ、これの5乗ということで、まあ大体 0.327、まあ大体3分の1ぐらいですね。 0.8 の5乗が大体その値になります。3分の2の確率で最短経路以外の経路を通ってゴールにたどり着く、まあ、あるいはゴールにたどり着けないかもしれないということになります。つまりですね、最短経路以外の経路も考えなきゃいけない。不確実性があると、そういうことが起こるわけですね。ところで前回見つけた2つの経路がありましたね。上上右右右と右右上上右。これ右右上上右はピットフォールの隣を通ることになりますよね。仮にここで行動に失敗した場合、ピットフォールに落ちてしまう可能性があります。なので実はこれは上上右右右の方がより良い経路だと考えられます。つまりこの問題を解くためには、最短経路を発見するだけじゃなくて、行動に失敗した時のバックアッププラン、失敗した時に何が起こるかというのも考えなきゃいけません。というわけで今日のまとめは、不確実性が加わることによってこの問題というのは一気に難しくなります。定性的に違う問題になります。このあたりのお話をもう少しだけ、ちゃんと定義して次回はお話ししましょう。